Hello, S&A の無責任ラジオです。このラジオはサチとアツシが最近気になっているニュース、エンタメ、身近な出来事について好きなように掘り下げて話をしていく番組です。トピックスを調べているアツシに、調べてないサチが質問することで普段ニュースにあまり興味がない人にも分かりやすくお届けしていきます。ただしこの番組で話す内容はあくまで私たちの個人的見解なので責任は持ちません。そんな番組です。はい、じゃあどうぞ。お話ししたことがあるんだよねこれね、思ったんだけど、うん、金曜のこの時間に撮影するからいつもこうなると思うの。なんかね、決まってんの、その事務所からのお知らせが、うん、金曜の19時だから。これで分かる人は分かるかもしれないね。金曜の夜の事務所から来る連絡みたいな。そう、19時とか21時とか、ね、なんかあるのよ、その時間帯が、魔の時間帯みたいなのが、うん。その時間に、しか、前は、なんとかに関するお知らせしか出なかったわけ。だから、いいお知らせなのか悪いお知らせなのかもわからなくて、そわそわしながら開けるっていうのが、まあ恒例だったんだけど、最近多分名前入ってんじゃないかな、タイトルに。って思うんだけど、まあ何があったって、またハロプロから卒業が出ますよっていう話です。思ったよりも、俺はあんまり、ハロプロについて詳しくないけどさ、うんうん、思ったよりも新陳代謝が激しいねって最近思っております。ジュースジュースね。いやー、言っときなよ名前を稲葉まなかちゃんっていう子がさ卒業しちゃうんだって。しかも5月末ってさ、もう1ヶ月後じゃん。もう3月終わるんだから。実は終わんないか、まだ。うん。もうさ。まだ半ばだね。もうさ、なんでなの？最近写真集出したの。さっきもう淳に一通り説明しちゃったからさ、簡単に言うんだけど。最近写真集を出したばっかりでさ、すんごい綺麗になったわけ。写真集を出すからっていうのもあると思うんだけど。だし、歌もすごい上手になったし、ダンスも元からすごい上手いんだけど、さらにそのなんか自分のキャラ付けみたいな、すごいできてる子だから、なんか、どん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 人気も上がってきてて、来週はヒルナンデスも出るよって、3月30日にね、ヒルナンデス出るらしいからみんな、見てほしいんだけれども、来週じゃないじゃん。再来週だった。で、見てほしいんだけれども、なんかこれからマナカンの時代が来るんだなって思ってたわけ、私たちは。マナカン無双を始めるぞみたいな。神子の次来たみたいな。まあそうだね、アンジュで神子がやってるよな。うん。あいつはちょっとなんか特殊だから置いといて。まあでもそう。そうだね、マナカンの時代来てるなみたいな感じだったんだけど。それはまさかの卒業って。びっくりしちゃったね。びっくりね。っていうお話でした。悲しいねっていう。え、送り出すよ、送り出すけどさ、悲しいよね。いつまでもアイドルやっててほしいよね、やっぱ気持ちとしては。だってどんどん上手くなってくる。ハロプロの子たちって本当にさ、プロフェッショナルだからさ、当たり前にどんどん上手くなっていくわけ。もっと見てたいのになーって思うとこでみんな卒業しちゃうんだよ。いい戦略だね。で、その頃に新しい子入ってきてさ、コロッと、あれこの子もいいじゃんみたいな風になってるでしょ。怖っ。怖いよ。すごいね。もうそれだけ、やっぱ原石みたいなさ、うん、たちがたくさんいるんだね。そうだね。ね。だし、やっぱりそこはハロプロという名前があるから集まってくるんだよね。うん、すごいね。でなんか最近、俺は最近しか知らないけどさ、うん、最近アンジュルムに入った子だってさ、うん、ジュースジュースに入った子だってさ、うん、技術力すごいじゃん。すごい。最近新人発掘、新人発掘うまいんだよ。だし、その入ってくる子たちもそうだと思ったらさ、お茶ノーマの子たちもさ、お茶ノーマクオリティ超高いじゃん。やばい、名前もよ、あの名前もや違った意味でやばいけど、うん、やばいんだよ、ちょっと。そう、とか思うと、やっぱすごい力はあるんだよね。力があるっていうか、うん、いい子たちを集める力はあるんだけど、うん、発信する力がないと。そう。で、しかもさ、今正直さ、
こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけどさ、誰でもアイドルになれるじゃん。まあまあ、もう私が今日からアイドルなんだよ、アイドルやるんだよねって言ったらもうアイドルになれるじゃん、正直。なれる。ここで配信とか始めたりさ、うん、TikTok 始めたりとかさしたらもうアイドルじゃん、うん、アイドル。だからこそさ、その老舗の強さというかさ、うん、やっぱりその、まあ、アイドルって地上と地下があってさ、何もないところで成り上がっていくのがいいのか、入る、なんだろう、ハードルは高いけど入ってしまえば一定の知名度と人気を得られるっていうところに入るのか全然違うと思うからさ、目指すものが。だからもうスキルでぶつけ合いたい、違う、スキルをぶつけ合いたいみたいなさ、こうハロプロに来るのかもね、巡り巡って、うんうん、やっぱ生歌で勝負したいとか、ダンス磨き上げたいとか、いや、こう来るんだろうけどね。うん。ああ、寂しい。私まだ見れてないんだよね、その公式の記事は。5月30日っていうことだけチラッと確認して。友達か、LINE で教えてくれたんだけど。うん。もう友達のさ、その LINE もさ、LINE 開いた後に気づいたのよ、来てること。でも最初に、これはかなりショックだ、とかいう文章が飛び込んできて、絶対ハロプロじゃん、なんかあったんだ、開きたくない、みたいな。感じられたんだけど、それでした。おー、まあそういうことだよね、ハロプロ好きでいるってさ、そういうことだよね。そういうことだね。うん。はあ、まあそんな感じでした。寂しいな。結構引きずるんだよね、卒業公演の後までしばらく引きずっちゃうのよね、卒業って。それは、うん、5月末が卒業ってことは、うん、このまま行くと6月7月まで引きずるということですか。うん、引きずる。昔の映像とか見始めて、ああ引きずってますね。ああってなっちゃうのよね。なっちゃうのよ。特にやっぱカントリーガールズ好きだったからさ、私。あ、ナナカもね、この間聞いててくれてるかわかんないけど、あの森戸千咲ちゃんっていうモーニング娘。の子も卒業するんだよって音橋と同じタイミングで言ったと思うんだけど、うん、その子と同期なのに、ずっと最初からいる子でさ、カントリーガールズに。だからね、ショックはでかいんだよね。うんうん。しょうがない。もうそこはね、うん、最初に言った通りで、まあ送り出してあげましょうということですね。そう。でも大体そうなの、なんか卒業を決めると多分綺麗になるんだよね、この子たち。なんでだろうね。なんでか分かんないけど、だから綺麗だな、最近これから楽しみだなって思うとみんな卒業発表してくるの。怖っ。怖くない？うん。そうなの。大変だね。まあでも卒業公演あるだけね、マシなんだけどね。いや、これがさ、うん、また多分卒業するまでの間、うん、俺はマナカも知るんだろうね。あ、マナカ？これからね、マナカたくさん見てあげるよ。ひたすら流すだろうから、うん、これで俺はマナカも知って、うん、やめていくんだよね。ジュースあんまり知らないから。そうだね、私も、うん、あんまりなんかその5人体制の時のジュースってなんだろうな、歌とダンスにさ、こうなんていうの、歌とダンスの天秤があったとしたら、歌に全振りしてたわけよ。別にダンス踊れないわけでもないんだけど、なんかこう、どっちかって言ってやっぱ歌が魅力的なグループって感じだったから、私の好きなタイプじゃなかったのよ。私はダンスでこうなんか激しく やってくれる方が好きだから。ビヨンズね。ビヨンズもそう。キュートもそうだし、アンジュルムもそうだし、なんかそういうので見せてほしいんだけど、ニュースはどっちかで歌ったから、で、マナカンが入ったことによって、やっぱダンス、私はマナカンハロプロ1ダンスうまいと思ってるんだけど、え、いいのよ、ストリート系の結構ガツガツゴリゴリの踊り方してくれるから気持ちいいんだけど、見てて。そう。で、そう、マナカン入ってからダンスのレベル上がったなって思うし、ダンスの使い方が変わったなって思ってるんだけど、ジュースジュースの中。だからマナカンのダンスいっぱい見てあげるね。マナカンいいよ。あざといんだよ。だから本当あざとくても出してもらいたいぐらいだね。
神子の力でっていう感じよ。今思い出したけど、キュートの解散の時は妹から聞いたんだけど、実家に住んでてその頃、妹が2階からすごいなんか遅めのおはようしてきて、なんかキュート解散するらしいじゃんとか言って、まず第一声がそれでさ、何でボケたこと言ってんだろうと思ってあーとか言って、残念ながらさ、そんなあの朝のニュースとかで取り上げてはくれないじゃない、スマップとか嵐とかとは違って。やっぱりだから そんなんどこでもやってないしなと思って調べたら本当だったっていう悲しい知り方をしたよ。うん、いろんな意味で悲しくない、うん、せめて報道してみたいな、ひっそりそうそうそうっていう感じ。いや、ちょっと悲しい話続けるわ。うん、悲しい話っていうか、悲しんでるっていう報告をするだけ続いて、今度は私よりもアツシの方が悲しいんだけど、この間オートハスがさ卒業するって言ったような、フィロソフィーのダンスのさ、なんかわかんないんだけど、フィロソフィーのダンスの持ってるテレビ番組も終了しちゃうし、アツシが毎週欠かさず聞いてるラジオも終わっちゃうんでしょ。このフィロラジっていう名前かどうかわかんないけど、踊っちゃわないと終了するって情報は一応見て、まだね、確認ができてなくて。うんうん。ねえ。いや、それはかなり悲しいよ。私たちまだ今週のラジオで発表されたんだけど、うん、まだラジオ聞いてないので、今週時間取れてなくてラジオ聞いてなくて、ツイッターで知って、うん、私があつしに、ラジオ終わっちゃうらしいよっつったら、あつしが本当にショック受けてた。はい、結構本当に好きだったんだよ。フィルノスがやってるからっていうのももちろんあるきっかけであるけどさ、なんかそのもともとあつしはラジオが好きで、だから私たちラジオやってんだけど、うん、なんか好きなテイストのラジオだったんだって。そうなの。俺はもともと、うん、なんだろう、ナックファイブのゴゴモンズから、うん、ラジオ、あ、まあもっと昔からラジオはちょいちょい聞いてないけど、まあでもちゃんとなんかラジオって面白いなと思ったな、うん、ナックファイブのゴゴモンズで、うん、まあ、何をするのかっていうと、テーマを決めて、リスナーからお便りをもらって、そのお便りを面白おかしく読むっていう、うんうん、いわゆるエンタメ系のラジオだね。で、しかもそれは、なんだろう、生物で、いつも同じことが行われるとか、うん、ただ情報伝えとかじゃなくって、本当に今そこでリスナーが聞いたものを、思ったものをそのままぶつけてきて、それに対して対応するっていう、こう、臨場感のあるラジオ。あ、こういうのは面白いなって思ってて。で、それ、もうほぼほぼそれと同じことを、この、踊っちゃわないともやってるんですわ。フィロノスのメンバーがね。うんうん。で、まあ、軽く説明をすると、このフィロノスの中の一人の奥津マリリさんが、メイン MC をしてて、うん、で、週替わりで他のメンバー3人、はるちゃんとあんぬちゃんと、オドハスのメンバーがまあ一人来て、1時間ぐらい食べて終わるという回なんだけども、まあ、その中でこうお便りを面白おかしくお話ししてくれるっていう、もう俺の中ではドンピシャのラジオなわけで、うん、終わっちゃうんすかみたいな。俺の一週間の楽しみなくなっちゃうんすかみたいな。本当だよね。そう。ゴコモンズはそれこそ月木でやってて、月火水木までやってて。やってるから、そんなになんか、是が非でも聞かなくても、うん、まあ、どうせ大事だったらやってくれるし、みたいな、また私あるしって思うんだけど、この踊っちゃわないとは週1だから、うん、タイムフリーで毎回聞くってことを、日課というか、まあ、習慣にしてたのに、うん、いや、これは悲しいね。なんでなんだろう。なんでなんだろうね。解散するわけじゃないんだよね、卒業するからって。しかもメイン MC は残ってるわけだしね。うん。いや、マリリさんがかなりいいんだよね。マリリさんいいよ、うん。ちなみに今さ、踊っちゃわないと放送終了とかで調べてもさ、うん、Google は全く出てこないよ。え、じゃあ、フィロノスのその、水曜日だけ変わるんじゃない？とか、中身変わるじゃん。なんか、あれ設定があるじゃん。
なんとかマンションの住人が、うんうん、FM 横浜レジオレディオアパートメント、そうだ、そう、なんかだから私 MC が全体的にこう4月になるしさ、変わるんじゃないかなって思ってるんだけど、多分他の日は、あ、そう、おとちゃんの一頭っていうのはフィロソフィーのダンスの日の名前だけど、なんかね、日替わりの、なんだよね。日替わり、日替わり。同じテイストの番組が毎日あって、MC が日替わりみたいな感じの一つだから、その番組時代が終了するのか、MC が一新されるのか、なのかなって思ってるんだけど。まあ、何にせよ。悲しいね。悲しみ。そう、いいよね。なんか私もハロ好きだけど、ハロのラジオってあんまり聞かないんだけどさ。うん。面白いんだよ。フィロノスのラジオは。ハロのラジオがつまんないわけじゃないんだけど、どっちかっていうと身内向けなんだよね、ハロプロのラジオって。うんうんうん。ヒロノスは多分初めて聞いて、まあ、ちょっとやや身内なとこもあるけど、でもなんか、なんだろう、たまたまたどり着いた人が聞いても、なんだこの変な娘たちはみたいな感じで聞いてられるラジオかなっていう気はするよね。もしくは我々が聞いてない間に、うん、はるちゃんがやらかして、敵になったとかね。あ、終わる理由、そう、終わる理由、あなたたちはちょっとみたいな、じゃあ来週からあちゃだみたいな、放送 NG なこと、放送 NG なこと言っちゃった言ってる可能性あるかも、そう言っちゃったのかもしれない。でもやっぱ今さ、今いろいろ調べたけど Google 先生出してくんないわ。うーん、うん、なんだ、1週間以内とか日にちとかも指定したり、踊っちゃわないやつ、一つのダンス、フォト重量とか入れなくても全然出てこない。いいですね。大丈夫、むしろツイッターでさ、メンバー話していいやつだったのそれ、みたいな感じが。そう、これは悲しみなお話、感じですね。悲しいお話でした。はい。まあなんか頑張って生きていこう。そんな感じですね、これはね。そんな感じ。次。いいね、何でも終わっちゃうんだから。うん、次。あ、次の話しろって言ってる。うん。あ、じゃあアイドルつながりで。BTS にする ?BTS。まあ、ちょっと、あれだね、エンタメが続くんだけど、まあそうだよね、だってこれ、他のさ、エンタメじゃないニュースなんて全部ウクライナ問題。話だからさ。テレビとかね、そうだね。それはなんかね、多少の。楽しいニュース。楽しい話をね、したいと思ってるんですけれども。うん、BTS、うん。俺はあんまり。なんか歌われたのかと。追っかけたりとかしてないけれども、うん、まあ有名だよね。うん、まあそりゃそうだと、うん。いうことで、BTS が今月3月の10日にライブをしました。うん、ああ、韓国のやつ。はい、韓国、ソウル、そう、韓国ですね。したんだって。うん。なんと、3日間で、191カ国地域、合計246万人が視聴しました。すごっ！はい。ちなみにこのライブは、オンラインでも、放送してて、うん、あ、そういうことだね。オンラインでも放送してるし、韓国でも、中のコンサートで有客でもやってたよと、うん、有観客でもやってたよっていうことなんだけども、うん、246万人だよ、うん、意味わかんねえ、わかんねえみたいな。映画館とかでもやってたの？はい、そうなんです。それがですね、あのライブ会場の一般席は、4万5000人、うんうんうん、映画館140万人、うん、オンライン102万人。いや、どうなってんの、回線強すぎない？すごくない？まあ、これ3日間で、だから1日じゃないけどね。うん、3日間でと。すげえなーみたいな感じ。うん、ちなみに、今映画館の話をしてさ、映画館で140万人来場っていう話をしたんだけども、うん、映画館に関しては何会場でやったかって言いますと、
3711会場でライブビューイングをしたそうです、うんうんうん、すごいねみたいな感じで、オンラインでも100万人、いやマジでみたいな感じ。日本でもやってたんかな、あ映画館、でも191カ国って書いてあるからさ、うん、もしかしたら映画館はなかったかもしれないけど、オンラインで見れたんじゃない、まあオンラインでもね、うん、私もアイズワンの最後のライブ見たわ。また悲しい話しようとしてる、うんうん、やめよう。そうだね、ちょっと会場かどうかは分かんない、日本があったかどうか分かんないけども、うん、まあでもそれで締めて246万人が、視聴しました。でこの3回の売り上げの、うん、この合計公演3回の売上高はなんと100億円超えました。3日間で100億円。すごいね。実際どんぐらい黒字なんだろうね。売上が100億でしょ。売上が100億。まあ、そこはさすがに計算がちょっと分かんないからできないけど。ね。うん。でもまあ儲かってはいるな。うん。でぶっちゃけさ、いつも言ったでしょ、うん、そうぶっちゃけさ、あのライブ会場は4万5000人なわけだ、うん、1箇所だけだから、うん、だからまあね、そこまでの費用は多分かかってない。いわゆるその 200万人とかを動員するためのさ、場所代がかかってとかそういうわけじゃないと。で映画館は映画館で、まあ、もちろん映画配給会社とかがさ、会場を抑えるのかも分かんないけどさ、ライブ撮るからねみたいな、どうなのか分からないけれども、うん、かなりいい感じになってるんじゃないですかね、これは。ねえ。はい。すごい。ちなみに、このオンライン配信に関しての金額は4000円から5000円ということで、まあまあまあ、リーズナブルですね、うんうん。って感じ。うん、アイズワンもそんな感じだったかも。うん、4000円。映画館は、ちょっとお高めでして、うん、あ、でもこれ、日本でもやってたっぽいな。見方、これこうやって見ると。映画館だと入場料は日本で5100円。うん、うん。高っ！そんなもんか。で、ライブだからね、うん。日本円だと5100円で、アメリカだと35ドル。4100円程度。ということで、値段がちょっと日本だ。うんうん、多分俺日本でやってたね。うんうん。すげえ！っていうお話。BTS。すごいね。なるほど。うん。俺このライブビューイングってやつはさ、サチさんとかといったラブライブ、ラブライブのやつだけだけどさ、ミューズね。そう。私もそうか。だけど、あれは、まあ、楽しいことはわかる。楽しいよね。あれは楽しいよ。俺なんで行くんだろうなと思ってたけど、楽しいよ。うん。うん。あとなんかやっぱスクリーンがでかいし。うん。それなりのスピーカーというか音響も整ってるから、マジの前自分で整えちゃうから家でも音響結構いいんだけど、うん、それやっぱなんかそこの臨場感みたいな、あとやっぱ同じものを好きな人と一緒に見れてるっていうのが、全然知り合いじゃないし話もしないけど楽しかったりするよ、うんうんうん、でもこれを機にさ、まあ、全部をやるとは全然思わないけど、うん、オンライン配信してくれるライブ増えたらありがたいなって思う、ね、ありがたい。だってね、現場に行けないことなんて多々あるんだからさ。今私とかまさにそうで、うん、ちょっとね、行けない、行けないよね。スタンディングとかの現場絶対行けないし、うん、逆にハローみたいに客席の一席空けとかやってくれるのは嬉しいけど、今度チケット当たんないし、うんうん、あと私身長153から4なんだけど、うん、ライブハウスも結構厳しいわけよ。そうだね、見れないの言っても、なんかおっみたいな、うん、隙間うまくこう見つけられれば楽しめるけど、本当に全く見れないみたいな時もあるわけよね、この身長だと。だからそう考えると配信してくれた方が逆に見れるというか、見られる、ちゃんと顔がみたいなこうもあったりするから、で配信の配信でライブでこうなんていうの、カメラがさ、スイッチングがあるじゃない、配信限定の、うんうんうん、だしそれが円盤化されてブルーレイになって見てみたら、編集されて、あ、ここはこの人がこうしてたんだとか、
見れたりするから、そこは別の楽しみだと思うしさって思うのよ、うん、あとはな、どう流出を防ぐかだね。うん、あ、でもそこはさ、うん、流出しょうがないってやってんじゃないの。もちろんさ、その場でのスクリーンショットはできないようにしてるだろうし、うん、録画とかもできないけども、うん、写してるものをさらに写すっていうものに対しての制限はかけられないわけだ。うん、そうだね、まあ、もしくはかけられるのかもしれない。そこに対して例えば配信のものに関してはさ、うん、あのギミックを入れておくとかさ、うーん、例えばあのスカシみたいな、いや NHK、 あ、そのスカシみたいなものだと分かりやすいし、うん、右上に例えば NHK とか入ってたりさ、うん、あとは、映像の中に人間の目では確認できないけれども、うん、その光ってる点のいくつかに、うん、なんだ、それを識別させるためだけのものを入れといて、うん、撮ったら誰が撮ったかも分かるのにできる。誰が撮ったかまでは分かんないみたいな、さすがに。ただただ、それが正式なものを出したわけじゃないよとかっていうのを分からせるためのものとかは全然できるだろう、うん、とは思うけれども、思うけれど、そこはもういいんじゃないこの世の中。うん。って気はする。なんか別のさ、マネタイズの方法をさ、考えなきゃいけないってことだよね。うん、そうそうそう。だからなんとかかんとかが出てきてんだっけ NFT？ うん、よく分かったね、うん、NFT ももちろんそうだし、これに関しても、うん、これが新しい方法なんじゃない？ライブ会場でもやりつつ、うん、配信でもやりつつ、でも中継でもやりつつみたいなもので、十分にお金が、ま、確かにね、回すことができるっていう。それをどんなにオンラインのものをコピーして貼り出そうが、それはまた次の時に自分のやつを見てくれるから、それで OK っていう、うん、まあ、それもあるよね。なんかそのさ、流出された映像を見て気になって好きになるみたいなことって正直あるよね、うん、あれは全然ある、思うから、うん、だし、その流出するものしか見ないような人はそれをこう、なんだ、どんなにこう防いでも防がなくても顧客にはならないから、うんうん、いいよ別にっていう考え方なんじゃない、うんうん、韓国とかさ、コンサート中に普通に自分のスマホで撮れるもんね、動画ね、うん、めっちゃファンさせてくれるもんね。あれはいい文化だと思うね。うん、しかも韓国の人たち歌うじゃん、観客が。確かに。すごい俺いいと思う。やっぱ韓国のそういう文化は俺すごい好きで。私歌われるのは嫌だよ。ごめんけど。あ、そうなんだ。あの、やっぱ。うん。あ、まあ、ハローが好きだからだと思うけどさ。あ、まあ、それはあの、人に合わせて。そう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 。え、歌ってって言われた時に歌うのはいいんだけど、いや、今はここはちょっと静かにしてもらっていいみたいな。なんかさ、賢い可愛いエリッチ感もちょっとうるさいなって思う時あるわけ。歌声が聞こえんみたいな。うんうん。まあいいんだけど、それはそれでコンサートの楽しみ方だし、行ったら言うんだけど、うん、まあそう、何の話だっけ、うん、まあ配信してほしいなって、新しいマネタイズの方法があるよねっていう、うん、配信なら儲かると思うんだけどな。だってそれこそさ、あの BE:FIRST とか、うん、あれ THEFIRST、 BE:FIRST だよね、グループ名よね、うん、JUST の BE:FIRST、BE:FIRST もチケット全然取れないしとか、ハローも全然チケット取れないしとか、うんうん、っていう問題が、現場に行きたい人は現場に行くと思うんだよね、うん、そのサブスクの理論と一緒で、そうだったと思うから、うん、なんかそこまでの、なんだろう、損失というかさ、うん、やるべきことをやってそれ以上のことは、うん、あまりなんだろう、センシティブに取らなくてもいいんじゃないかっていう問題な気はしている、うんうん、ただ別に全部やる必要ないしね、そのなんか全てのコンサートを中継する必要ないし、ないないない、そう、ね、この回だけとか、うん、こう1年に1回の、例えばジャニーズのカウントダウンがテレビで1年に1回だけやるけど、ああいう感じでさ、この恒例のコンサートだけ配信するとかでもいいし、うんうん、ね、うん、結構
さ、そのコロナ禍になって増えたじゃん、配信してくれるライブが。そうだね。むしろそれまでなんかあんまり目につかなかったというか、うん、いや、だったら行きたいわみたいな。そうそうそう、なんで家で見るんと思ってたけど、うん、それこそアイズワンとか、あとなんかあるかな、なんかいろいろ見てる気がするけど、でも YouTube のフリーライブも増えてるから、うんうん、意外とお金払ってるやつは少ないかも。本当に藤井風くん。そうだろうね。ありがとう。日産スタジアムだよ。一人だよ。すごくない？みたいな。なんでフリーでやってんの？みたいな、うん。お金取れないよって思うけど。しかもその後、家入りもやってくれたしさ。そうそう。もうなんなん？ありがとうみんなって感じ。ヒロノさんもね、リリースごとにやってくれるし。うん、全部うちは、あの、プロジェクターにつないでね。うん。あ、そうそうだ。ニコニコ動画も、でも、ひなフェスも、アンジュルムの会やってくれたりとか。ちょこちょこあるんだけどさ、見てることが。うん。いいよね。あとはその、本当に、妊婦になっちゃっていけない、行きづらいなとか。うん。会場寒いじゃん、武道館とかさ。東京ドームとか広ければ広いほど寒いじゃん。うん。そうだね。うん。とか思うと。で、あとはなんかその、立ったり座ったりとか、自由にできないし、と思うと。なかなか生きづらいなって思うし、子供いる人もそうだろうしね。なんかせっかくだから、この時代の流れに乗ってってほしいね、エンタメ業界は。そうだね、まあ、いろんな楽しみ方をどんどんこう開発していってくれたら嬉しいなって思います。ちなみに最後に、はい、最後に BTS に触れたから、わし、触れときたい話あんだけど。うん。アイズワン言ってたけど、さっき。うん。宮脇さくらと。イムニだ。チョアンって子がいるんだけど、うん、すごい二人とも人気の、なんていうの、アイドルになるために生まれてきたんだね、みたいな顔と、スタイルと、スキルを持ってる二人なんだけど、ずっと、解散した後、姿が見えなかったのね。まあ、去年の秋ぐらいから。どうしてんのかなって思って、まあ、噂は流れてたんだけど、正式に発表されました。BTS のグループの、まあ、子分グループというか、まあ、妹分としてデビューすると。で、その事務所と契約しましたよっていうのが、ついに発表されて、ね、久しぶりの2人の写真も出てきて、もう内臓どこに行っちゃってるのってぐらい細いんだけど、すごい楽しみだね。ずっと言ってたもんね、サシさんね。そうそうそう、さくらが入るかも入るかもみたいな。そう、もう解散する前から、アイズワンが解散する前からさくらの方は噂が出ててね、なんか BTS のファンの女の子たちがピリついてたんだけど、そこでみたいな。そうそうそう、うん、なんだけど、まあ結局 BTS と関わるわけじゃないからね。そうだね、うん、そこは許していただければと思うんですけれども、はい。まあ楽しみだね。そう、もうウォニョンとかユジンとかは IVE っていうグループでデビューして、多分もうすぐ次のシングル出るんじゃないかなって感じだけど、4月頭かだし、他も続々とソロデビューしたりとかしてるから、ひなこちゃんもなんか新しい道があったらいいなと思うけど、だってまだ二十歳なの。ひーちゃんこの間成人式やってたね。そうなんだよね。あれは意外だったな、うん、なんかもったいないって思ったらさ、失礼なのかもしれないんだけど、日本のそのエンタメ業界に、うん、でもなんかやっぱさ、体力とか物覚えとかさ、なんかいろんなことを考えたらさ、まあそりゃ若いうちになんか始めた方がいいじゃん。いろんないいもの持ってるわけだし、ひーちゃんとか。なんか今の活躍も嬉しいけど、もっとなんか挑戦してみてほしい気もしちゃうよね。もちろん別に日本にいてもいいんだけども。なんかそんな風に思います。はい。もったいないよって思っちゃう。
テレビでいっぱいひーちゃんの顔見れるようになったのは嬉しいけどさ。うんうん、そうだね。うん、特にね、日本に帰ってきて AKB としてさ、うん、一番最初にやったのがあのルーマーでさ、うんうんうん、ねもはもルーマーが、うん、であのパフォーマンスを君に見せつけられたらさ、うん、ああまあいいねってなるよね。2番手ぐらいのセンターから2番手ぐらいのポジションにいるしね、うん、あれは良かったんじゃないですか。いや良かった。そうそう、でも AKB も次の出てくるから、うんうん、ルーマー終わっちゃう、ルーマーの子に流れは終わっちゃうけどって言ってたから、ね、それはそれでいいんだけど、別にそれやりながらもできちゃうんじゃないかなって思っちゃうけど、うん、まあそれはそれということで、何アベノマスクの話する？うん、いや、これはしなくていいんじゃない？色ついてなかった。別にしてもいいよ。あの、じゃあすんげえ軽く、うん、本当にクソどうでもいい話だから、うん、まあ、クソなんて言ったら即もお言葉が悪いからね。はい、アベノマスクってあるじゃないですか。うん、あの誰が言い出したの？世の中をガタガタ言わせてるアベノマスク。うん、今度はですね、53万枚消えたらしいよ。うん、どうして溶けたんかな。はい、消えたんだって。なんでよ。うん、別にこうどうこうこれ以上何も言うことはない。原因分かってないんだ。うん、合わないって数が53万枚だよ。万だもんね。うん、53枚ぐらいってありえそうだけどさ、逆にないでしょ、標準管理の仕方が。ない何か一箱分とか。あら、そうだ、あれ一箱ってあるでしょ、こういう箱でしょ。違う違う違う、段ボールで多分 1万とか入ってんじゃないのかな、1個の段ボールでみたいな、うんうん、だってこれ保管で何億かかってるとか言うよね。そうそうそう、わけわかんない。まあいいじゃん、53万枚になって保管料なくなったみたいな、そういう話じゃないんだけど、はい、そういう話じゃないんだけども、あのアベノマスク53万枚消えたんだって。うーん、以上。別に何ってことじゃない。え、なんかさ、日本って大丈夫なんかね、こんな他の国もこんな感じなんかね。おー、なんか勝手にイランマスク製造に何兆とか、うん、何兆だっけ、何億だっけ、何億だと思うよ。 かけてそれをまだ処理もしきれず、うん、200億とか多分そんなもんだと思うけど、毎年何億もかかって、うん、うん、挙句の果てには物が消える。うん、いいのかなこれ、黙ってて私たちって思っちゃうんだけど、まあ、何なんでしょうね。うん、安倍さんやっぱすっごい幅利かせてんだなって思うよね、この話聞くと。うん、なんか安倍さんが関わったやつ全部うやむやにしてさ、うん、なあなあなままさ終わらせたじゃん。はい、全部ほにゃほにゃして終わったね。うん、なんかめっちゃ怖いなって思う。あ、この人やっぱ強いんだっていう。はい、もうよくわかんない感じで終わりましたね、うん、全部。そう、学校の問題とか土地の問題とか。そう、あと桜を見る会でしょ。ああ、うん、でマスクでしょ。まあマスクはちょっと違うかもしれんけど、ジャンルが。まあ、そうだね、世界をガタガタ言わせた愚策だけど、まあ、いや、まあ対応が早かったことは評価に値するけれどもね。でも結局遅かったじゃん、届かないとかなんとか。まあ確かに。でしかもなんかみんなのところに届いた頃にはさ、大体書いてたりとか。結局使わないじゃん我々なんて。使わないで生きていけるぐらいのものをさみたいな。まあまあまあ、そこは助かった人もいるだろうから一概にはいけないけどね。本当になんか闇が深いよね、政治の世界ね。そんなんでいいのかね。プーティーンですか、それ美味しい方ですか。政治の世界、プーティーンは好きだけど、プーチンは嫌いだよ。プーチンはちょっと多分ね、うん、もうなんか引くに引けなくなっちゃってるよね。うん、もうなんかああみたいな感じだよね。なんかやばいことなってるかもみたいな。でもプライドは高いから、
絶対謝らないよね。近くにあんなおじさんいたらさ、で職場にいたとするじゃん。でなんか自分が絶対正しいと思ってて、なんか自分に逆らえたら許さないし、なんならちょっといじめちゃうみたいな。でなんかこうちょっと調子乗っちゃって言ったことが炎上するけど、自分の非は認めたくないから誰かのせいにしてふんぞり返ってギリギリのところでプライドを保ってるみたいな残念なさ、それさボッコボコに言うじゃんボッコボコにしか見えなくてさ、うん、もうなんか誰か助けてあげなよって思うけど、もう誰もいないの。それもだってイエスマンで固めちゃうからさ、そう自分のせいで誰もいないんだよって思ったら不憫だけど、ただのテロリストの人殺しだからな。もはやはい、手出したら負けよう。うん、そういえば日本を、あ、さっき見てたかあの名前忘れちゃった、ウクライナの大統領がアメリカでアメリカの連邦議会に、オンラインで繋いでくれて繋いだじゃん。で日本にも打診してて国会で繋いでくれって、でやっと決まったねって、うんうん、来週の楽しみにしてます、水曜日にやっと決まったねっていう。だからアッチがちょろっと見かけた話によると、うん、えでもスクリーンないしとか、国会にスクリーンないしとか、うん、いやえどうするみたいなんで決まんないっていう噂を聞きましたけど、うん、どうだったんでしょうね実際のところ、結局だったんでしょうねとりあえずやること決まってよかったよね本当で。なんかやるやらないはさいいんだけどさ、どっちでもなんかこの理由が情けなくて、もしそれでやめるならね、うん、設備がありませんとかやり方が分かりませんでやめられたら恥だよって、そんな事態じゃないでしょ今。うん、まあ、なんか結構でもあれだ、ニュースになってるよ。なってる、なってる、数日前だけど、うんうん、あのゼレンスキー大統領が、うん、イギリス国会でビデオ演説しましたと、うんうん、でただ日本の演説をしてくれと言われたものに、うん、打診に対して、うん、日本の国会にはオンライン演説の前例がない、うん、またスクリーンがないことなど技術的なハードルもあることから今後日本政府は演説の実施方法をめぐり国会で検討していく方針と。まあ別にね、国会で検討するのは別に ええわ、うん、それはしてくれと、うんうんうん、検討する内容が恥ずかしいわみたいなそうなんだよ、まあ、そんな国会、うん、みたいなね、話題にもあげるなみたいな感じだけど、本当に恥ずかしいからそれ世界に出さないでほしいっていう感じ、うん、出さないでくれだってさ、日本それ何日間それ検討するんですかみたいな、こっちとらさ、うん、テレワークとリモートそうだよ、ね、我々2年もうさ、うん、もうテレワークをまあ共犯強制的にさせられて、まあ快適だから全然不満はないんだけど、それに関してはでさ、私とかはさ、アツシがパソコン結構詳しいっていうか好きだからいろいろ教えてもらえるけどさ、そんな右も左も分からん人もさ、でも決めたことだし感染拡大しちゃダメだしっていうのでさ、一生懸命頑張ってさ覚えてさやってたりするわけじゃん。なんかみんな割とパソコン多分使えるようになってきてたりするじゃん。何言ってんの、お金はあるだろう、ね、よかったよ、開催の方針でみんなでそのゲームしてるスマホでも見れるやんけみたいなね、うん、本当にね、うん、一人一台スマホ持ってたら最悪そこでもいいじゃんみたいな感じだけども、ああよかったよ、うん、本当に本当にいや結構やばかったよね、それでやっぱちょっと無理ですとかなってたら恥ずかしいね、まあ、決断遅いけど、うん、なんでそんな決断遅いんだろうね。まあいろいろあるのはあるんだろうけどさ、
こんななんか非常事態でもその速度なんだねっていう感じだよね。まあよかった。よかったから53万枚のね、マスクを見つかれた。全然話変わるんだけどさ、あの、ニューイヤー駅伝だっけ？トロフィーなくしちゃったの。旗か。あ、旗ね。うん。あれ、なんだっけ？富士通？富士通？うん。うん、結局もうないんだろうね。なん急に。いやいや、見つかったって報道ないなって思って、今マスクの話を日本語の時に思い出して。何の話だろうと思っちゃって今。2ヶ月、その駅伝の前に発表されて、うん、その前からずっと探してはいただろうから、そうだ、ここまで来て見つかってないってことはさ、ないだろう、ね。ないよね。捨てちゃったんだね。捨てちゃったね。ちょうどなんか大掃除したとかしたもん、ね、言ってた、うん、めっちゃかわいそう。なんかそのなんか関わった人みんなかわいそうだね。そこにあるって知らなかったらさ、私も捨てちゃうかもしれないなって思うもん。なんかその汚ねえ旗出てきたみたいなさって思っちゃうかもしれないじゃん。その保存の仕方がわかんないからさ。なんかそうだね。だから旗がさ刺さってたらさ分かるかもしれないけど、まあ、ちょっと物を動かすし、うん、一回こう旗はが外して、うん、棒は棒だけ、うん、で旗はこう折りたたんで段ボールの中とかあったら、うん、そう何これいるみたいな、うん、そこで分かる人いなかったらさ、うん、じゃあ行こう廃棄でみたいな、うん、全然なるよなって、はい、だって大掃除ってそういうもんじゃん。そうだね。誰もいらないって思ったらさ、うん、捨てるっていうのがさ残念かわいそうだし、それはずっとつないできた人たちもかわいそうだしね。うん、もう多分だけど、うん、捨てた本人は気づいてるから、うん、何も言えないよね。あれだったかもって。そう、何も言えないよね。でも確信はない可能性もある。あ、そうそう、だから、ね、そうそうしたよね。もしかしてあれだったみたいなね、うん、そう、それぐらいで、それぐらいだけど、うん、なかなかね、うん、まあ思い出しちゃったよ、ごめん急に。うん、いや俺も完全に忘れてたからそっかって感じ。実ね、何としても優勝しなきゃいけなかったのにね。なんか結構低かったよね。確かなんか前半頑張ってたけど落ちてったよな、うん、はい、はーい。じゃあなんか今日話題少ないんだよね。最後にしよっかな。何やりたい？はい、あ、うん、で、二言もサクッとやりたい。いいよ。これはちょっと俺が勝手に気になって出してるやつだから、まあサチさんに紹介がてらなんだけれどもね、うん、一個目はサクッと終わるので、うん、日本の自衛隊、はい、なんと、うん、宇宙作戦軍、うん、を発足させますと。ほう。あ、ちなみに軍って言ってもあの軍隊の軍じゃなくて群れの方ね、うん、日本には軍隊はないので自衛隊が宇宙領域の能力を、うん、あの強化させようということで宇宙作戦軍というものを発足しましたということですね。まあ、陸海空というのがまあ通常あるところなんだけども、うんうんうん、宇宙空間も最近ねもろもろとありますので、うんうん、ちゃんと宇宙についても、対応を取っていきましょうと。で、自衛隊があるとこともまあ自衛のためなので、うん、あのサイバー攻撃だったりとか、うんうん、宇宙人の侵略とか、宇宙人の侵略とかの話を俺もこれはしたいなと思って今これを持ってきたんだけど、消えちゃった。うん、うん、持ってきたんだけどさ、あの、うん、今はひたすらこうネットワークがさ宇宙を介して、うん、なんだろう、うんうん、やり取りをするじゃないですか、うん、なので電磁波とかでその宇宙からの攻撃に対して自衛をしましょうみたいなところも含めてやっていきますよというふうに、うん、でなその目的があってね、うん、まあ、自衛隊がやると、うん、でとりあえず最初70人から始めますということで、うん、あ、いいじゃんいいじゃんみたいな、そういうスモールスタートでさ、うんうん、ちょっとずつ大きくしていきますよっていうので、うんうん、やっていくっていうのでいいんじゃないのかなと思ったのね、うん、でこれがまたまたタイムリーなのかさ、俺が最近ちょこちょこ話をしてる3体、ああああ
読み切れるのに一回。でも最近そうバカ忙しくて図書館で借りてたんだけど間に合わなかった返却期限に。とりあえず今返してしまって、まだ何予約しとこうか、一部二部三部の中の二部、うん、ので二部の前後編があるんだけども、後編下巻の方の中盤、うん、だからまだ結論とか全然分かってないんだけれども、うんうんうん、あの3体は SF で、うん、宇宙空間というか別の惑星に、うんうん、3体という国があって、星があって3体人が住んでいる、うんうん、でその3体人が地球に攻めてくると、うん、攻めてくるというか、まあ、向かってくるというかっていうお話なのね、うんうんうん、で日本じゃない地球としても、うん、その宇宙からの侵略に対して、うん、何かしらの防衛をしなきゃいけないねということなんだけれども、今のウクライナロシアのことを見れば分かると思うし、それに対する中国の関わり方もさ難しいし、じゃあ日本はどうするんだか NATO はどうするんだみたいな感じで、まあいろんなこう勢力があるわけですよ。なのでいや、そもそも地球は一つにまとまることができないっていうところから、まあ、問題があるんだけどね、うん、でこれで日本がさ宇宙軍というものをさこう作り上げて、宇宙に対して日本はこう言い捨てようと言いますみたいな話をしていくと、さらにややこしくなってさ、もともと宇宙開発で言ったらロシアとアメリカで、さらにそこから最近は中国とか出てきてて、自分で宇宙空間にISS みたいな、うん、あの基地を作ったりとか、うん、まあ、できるようになってくるわけだ。なかなか宇宙人から戦いをとかっていうよりかは、宇宙空間でのまた同じく権力争いというのが、うん、今まで日本は一歩引いてるというか、まあ、アメリカが頑張ってるしみたいな、同盟国だしみたいなことがあったのかもしれないけども、自分の身は自分で守れということになってきて、それが宇宙空間まで広がったなと思って面白いなと思ってます、うん、ね。まあ、ただただあの日本はさ、あのアメリカみたいに NASA みたいに自分でバカでっかいモジュールを打ち上げるっていう技術もないし、うん、スペース X みたいに民間が日本で頑張ってるってことも、まあ、頑張ってるけどね、うんうん、頑張ってるんだけれども、その人間を送り込んだりとかっていうところの分野は全然違うところで、小惑星探査とか、小さな、衛星か、うん、みたいなものを、だ人間の生活をいかに、こう、助けるかみたいな方向で、の技術は進んでる、うん、進んでるね、うん。から、まあそっちは頑張ってるので、分野が違うんだけれども、まあまあ、面白いじゃないかというところだね。はい。また無駄な争いが起きそうだね。はい。大体人間のもんじゃないのにね、人間が取り合ってんだから、うん、滑稽だよね。うん。まあ、これ国じゃないですか、自衛隊だから。うん。これによって、この宇宙作戦軍の作戦を進めていく上で、うん、民間の力が必要になってくるから、お金をかけるようになるだろうと。それによって今まで中小でなかなか資金がな、アイデアあるのになみたいなことをでくすぶってた日本の宇宙関連企業が少し、ね、うんうんうん、お金ももらいながら研究開発できるようになったりとか、うん、っていうのにちょっとつながったらいいなとは思うね、うんうんうん、本当に宇宙の話好きなんだね。そうだった、うん、いや宇宙の話すごい多いと思うこのラジオ。よかった。よかった。でも宇宙飛行士諦めたんで、うん。うん。そんな感じです。健康診断が2万する。だけ。諦めたんだ。そこだけじゃないけどな。2万ぐらい全然払うからな。はい。はい。で、次は最後。これも最後で、ちょっと前の話だね。1週間前の話になっちゃうんだけれども、皆さんエヴァンゲリオンご存知ですよねと。あのわけわかんないやアニメ。そう、あのわけのわかんないアニメ。あのわけのわかんないアニメの、舞台。で、
箱根、まあ、箱根もそうだね、うん、あの湯島作戦とかやってたけどね、八島作戦か、うん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 、うん、東京なんですわ。 第三新東京市というところが、まあ、みんなが住んでる場所、はあはあ、でその地下にそのネルフとかの基地があるんだけども、うんうんうん、その第三新東京市というところを、うん、日本のミニチュアテーマパークスモールワールズ東京っていうところがですね、あの普通にミニチュアを作ってるのよ。で、うん、そのエヴァの世界をどこにあるんだこれ、ミニチュアワンダーランドみたいな、あそう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 、うん、普通に物がね、うん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 、あるこれを、うん、まあ、ただそれを作ってんだったらいいんだけど、そうじゃなくって、うん、今回の話は、うん、その第三新東京市を、うん、メタバース上に作りました、はいはい、というのが話題、今流行りの、今流行りのメタバース、うん、メタバースにこの第三新東京市を作ったミニチュアテーマパークのスモールワールズが、うん、プログラムを作って、うん、メタバースの中に同じものを作り込みました、うん、でミニチュアだったら物理的にものが小さいからそこでどこできないんだけども、うん、見るだけみたいな、うん、メタバースであればそこに実際にあのバーチャル上なんだけども空間が あるわけだ、そうすると自分が歩いたり、うんうん、街を見たりできるわけだ、うん、なんとそこのエナミレイが住んでる、うん、マンション住めますというのが面白いところ、うん、あのバーチャル上なんだけれども、うん、そのバーチャル上にはね全部で140何個の、うん、144だね、部屋があるんだって、その団地には、その144の団地の、あ、団地に144個の部屋があって、その部屋の一室には綾波レイが住んでいる部屋がありますと。なので他の143個は人が住めます。なので売り出しますということで、やっぱ売るんだ、はい、住む権利を売ってます。なのでこのメタバース上の第三新東京市の綾波レイが住んでる団地の一部屋に自分が住むことができます。ああそうみたいな、面白いねみたいな感じのことをやってるねっていう紹介だから、メタバース面白いって話なんだけど、それ家賃の方が良くない？権利売っちゃうとさ、うん、終わりじゃんそれで。その例えば権利をさ、わかんない5万ぐらいで売るぐらいだったらさ、うんうん、家賃1万とかにしてさ、うんうん、ちょっと高いか、月5000円とか、そうだね、まあ、2000円とか1000円とかでも全然いいよね、うん、でもさ144埋まるわけじゃん多分、うんうん、でさ払えなくなっても、で空いたらまた次の人が住むわけじゃん、うん、絶対にオタクってそういうもんじゃん、うん、なんかそっちの方が長く稼いでいけそうだけどねって思いました。どういう形式なのかわからないけれども、そうだね、どうするんだろう ね、ちなみに、あ、ちなみにあれだわ、ちゃんと読んでなかったわ、メタバースにするかどうかはちょっとまだわかりませんと。空間をね、あのプラットフォームをメタバースにするかどうかわかんないけども、うん、まあ、とりあえず今はそのバーチャル空間にこういうのを作りますよって話をしているですよね。面白いね、うん、面白いわ、面白いよね、ちょっと最近興味出てきた、やっとメタバースに、やっと、うん、思わなかすげえ前からサシさんに今メタバースだぞって言いつけてる気がするんだけど、うん、そう、なんかパソコン重たくなりそうだしなと思って、俺はやったけど超重たかったからね。やっぱそうだよね、その前も言ったじゃん、メタバースじゃないけどさ、うん、そう、 VR じゃないな、なんだ、まあ、バーチャル空間だね、うんうん、を普通にラップトップでやってシュイーンってずっとファンが動いてた、やばーみたいな。そうだよね、私あのなんかさ、VTuber なんて言うんだっけ、あのなんかさ VTuber 的なさ
アカウントで配信できるやつあったじゃん。うんうん、あれ一時期さ触ってて。やってたね。あれのなんか連携でその、あ、やってたね。バーチャル空間で自分の作ったキャラクターが、うんうん、やってた、うん、動くみたいな。やってたじゃん。あれよく分かんなかったけど、うん、なんかあれですらあの iPad、 その当時の最新 iPad だったじゃん、うん、でも重たいなって思ったからさ、うん、私のこのいつ買ったかわからない Mac ではさ、うん、対応できないんじゃないかなっていう。そうだから俺の友達が VR ゴーグル、うん、ベッドで多分2013だ、多分超ハイスペック PC を持ってて、うん、有線でつないで、うん、10万ちょっとする VR ゴーグル使ってメタバースどっぷりだね、うんうん、彼はまあそれでそれをビジネスにして、るけどさ、うんうん、すごいよね、うん、面白い、面白いね。あ、そう、今日ちょうどさ今日の朝スッキリでやってたのはさ、ヘッドホンも開発してやってたね。耳ふーってそのメタバース上で女の子にされたら、うん、そのヘッドホンの中に仕込んである熱のなんかができる機械と振動だ、振動を与えてくれるその機械みたいなのがこう連携して本当に息かかってるように感じるみたいなのとか、味が画面舐めたら味がわかるとか、うん、それはちょっとやりたくはないけどとか、なんかそのなんか未来だなっていうのがもうできてるわけじゃん、うん、一応そこまでは開発途中ではあるけれどもさ、うん、でなんていくと面白いよね。面白い。あ、それがさ、うん、今はなんだろう、それっぽいものを、うんうん、勘違いさせるようにしてるじゃん。例えば、ふーって息吹かけられるだとしたら、本当に風が出てるわけじゃなくって、うん、振動と熱みたいな。要素を分解してそれっぽくする。そうそうそう。錯覚を起こすだよね。そう。それが本当に物ができたりとかしたらさ、面白いな。まあまあ、ちょっと物理の法則を否定するのはなかなか好きじゃないから。怒られるよ、エドワード・エルリックに。うん。俺もそこはあんまり好きではないんだけど。でもなんかそのさ、ちょっと話がずれるけどさ、こうテレビでこれすごいいい匂いとかさ、これはなんか視聴者の皆さんにも食べてほしいですねとか言うやん。それが実際に届いてくるかもしれないんだなって思うと面白いなって、うん、面白いなって思うよね、うん、いいよね。あとやっぱ私がずっと憧れてるのはあのブルマが持ってるちっちゃくなる、あ、ホイポイパクス、ホッパクじゃない、ポイポイパッパッて言っちゃう、カプセル、ポイカプセル、うん、そう、あれがなんでパッて言っちゃうんだろう、つられてるんだね、前の前に。そう、あれが欲しいのと、あとはあ、これはなんだろう、サイコパスかな。でもなんか AR だよね、あれは。なんか起きたら今日の天気とか、うんうん、今日の、その、それがなんかこう、自分の目の前にスクリーンが勝手に出て、確認できたりとか、うんうんうん、今日はどの服にするとかを、ペーペーペーってこう、だから iPad だよ、みたいなのが、空間に出てきて、うんうんうん、スッスッスッこれにする、ピーってやったら、スンって着替えさせてくれるロボットがいて、とか、朝ごはん何するとかを全部洗濯したら出てくるみたいな。そこまでなったらいいな。思うんだよね。生きてる間になるかな、ならないかな。そこまではならない気はするけども、近しいことをバーチャルで行えるようにはなるんじゃないのか。やっぱさ、うん、セーラームーンで育ってるわけよ私は、うん、そうするとセーラーマーキュリーが戦う時にここにさピッて押すと目の前にズルルルンってこうモニターが出てくると、サングラスというか、そう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 、はいはい、メガネみたいなゴーグルみたいなのが出てきて、それ通すと何でも見る、コナン君のメガネみたいな感じか、うん、
とかさ、なんかそういうのやっぱだ男の子がロボットとかに憧れるぐらいの感覚一緒でやっぱ憧れるよね。アミちゃんだけどなんかかっけえなみたいな。レイちゃんなんてお札っていうあんな古典的な技使ってんのみたいな。そう。あ、それだよな。なんか今思ったけどさ、うん、物理の法則を無視するのがっていうのは、うん、もちろん今の地球上の話をすると、うん、ちょこちょこ違うところはもちろんあるんだけどね、うん、だからそこはまあとりあえず置いとくとして、うん、じゃあ物理の法則が及ばない世界でのやり取りだったら自由度が全然違うじゃんと。重力もないしとか考える、うんうんうん、時間の進みも違うし、うん、って考えるとアニメの世界で言ったらソードアートオンライン的な、分かんないや、コナン君の国運に入ってさ、あーベーカーストリートに行くやつだっけ、うん、あのコナン君最後一人だけ残ってさ、うん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 、あのもしコナン君もやられちゃったら全員死んじゃうみたいなやつだったじゃん、うんうんうん、あれと同じで脳をハックするみたいな、脳神経に直接働きかけて、自分という人間の体は何も動かなくても頭の中だけで全てのことが完結するっていう状態、うんうん、で例えば人間にはさ、本当に生身の人間にはさ、点滴みたいなものをさ、うんうん、刺しといて何もしなくても生きていけるような感じにして、あとは頭の中で全部物事が終わるみたいなものを、ちなみにこれ、ソードアートオンラインも同じな感じで、うん、VR ゴーグルをつけると、うん、その VR ゴーグルの中の世界に、入り込むことができて、それで全部終わるっていうやつなのね、うんうん、でそれで実際に、まあ、アニメだからこれを外すと死にますみたいな、うん、実際に死んでも死にますみたいなマジかみたいなやつになってくるんだけども、うん、なんかそれが今のそのサイコパスのことを今頭の中でイメージしながら、シュンってこうスススってこう指で空間上を舐めていったら、うん、自分の着たい服が出てきて、ポチッと押したら瞬間的に自分の服が変わるっていうのはさ、うんうん、今のアバターとかでできるじゃん、うんうんうん、それがすごく現実に近くなるんだとしたら、うん、VR 空間に連れてきたら面白いじゃんって思いました。そしてそれはもう今すでに結構現実になってんじゃないのかなって思って、ああ、じゃあそしたらなんかそれが全部現実だったら VR 空間上でお金のやり取りをして稼ぐなら稼いで、そうですね、リアルもそんなにいらないのかなとか、どうなってくるんでしょうね。ちょっと理解が追いつかなかったけど、そ、自分の主たる、例えば今8時間働いてる、うん、この時間を VR ゴーグルをかけて8時間働くみたいな。ああ、なるほどね。イメージ。うん、もう完全にね、完全にそっち側だけで生きていくっていう感じね。そう。うんうんうん、で友達と会う時もそのゴーグル上でポチポチってやったら、うん、シチュエーションが変わって、うん、今日見たけどさ、サシさんがやってる仕事はさ、モニター上にオフィスが配信されてて、そうそう、バーチャルオフィスある、バーチャルオフィスだったじゃん、うん、そんな感じで例えばそのゴーグルもしくはコンタクトレンズでも何でもいいや、うんうん、それをつけてポチッと押した、何かボタンを押したらオフィスに行くし、うんうん、次のボタンポチッと押したら家でかもしんないし、うんうん、友達のところかもしんないし、で着てる服に関しては、あの外に出るんだったらこの服ポチッみたいなのとかを選ぶみたいな。そうすると一日の中で寝てる時間以外は常にそのゴーグル上の中で生きていくみたいな、うーん、みたいなのが起こり得るのかなみたいな。そこまで極端じゃないかもしれないけどね。なるほどね。まあでもそうやって生きていく人はもう、もしかしたらもういるかもしれないし、いるかもしれないよね。増えていくだろうね。うん、それは俺も思います。うん、そのためにこのコロナが
流行ったんか。ねえ。いつ終わるの？そんな感じ。はい。はい。じゃあおしまいにするか。言い忘れたことないかな。ないね。はい、じゃあこれでおしまいです。はいはいはい、まあ、いつも通りの告知をじゃあ最後にするね。 Twitter と Instagram で日頃の更新をしているので、ぜひぜひ見てください。まあ、そんなに頻度高くないけどね。うん。 YouTube、ポッドキャスト、ポッドキャスト。ごめんね、もう疲れてんだ、つしくん。ダメだな。最近忙しいんだ。はい、YouTube とポッドキャストと Spotify ね。うん。俺なんかさっき言ってた。言ってた。言ってたよ。言い直して言えなくなってた。すみません。溺れちゃって。すみません。YouTube、ポッドキャスト、Spotify で、はい、あのラジオ配信してるんで、あれ最近 YouTube の別の方の更新は？あれ素材を取ってたよね。やります、やります。はい、はい、あ、そういうのもちょこちょこやっていくんで。3月中に出す。3月中に出しますよ。うん、なんかさ、長らくやってないからさ、こう取っかかりというかさ。そうだね、 日頃のこの流れがないよね。そうそうそう、今まで週1で出してた、週2ぐらいで出してたから。出してたね。人間こうなんだよ、一回離れたら。そういうこと。ちゃんと今近くにいると大事にしようね。そういう話じゃない。違うって言ってる、うん、真顔で。はい、どうぞ。うん、そんな感じなんで、うん、見たり聞いたりしたら、うん、いいね、高評価よろしくお願いします。友達に紹介したりとかして、サブスクライブしてくれると嬉しいです。何か話してほしい内容とかあったらコメントくれると多分取り上げます。多分ね。うん、多分、まあ、大体取り上げるよね。困ってるから、うん、最近ネタなくて。ネタがね、ちょっと困ってる。そんな困ってはないけど。偏っちゃうしね。うん。そうなんですよ。というわけで、これで第78回かな。うん。うん。うん。S&I の無責任ラジオ終わりです。今週も聞いてくれてありがとうございました。バイバイ、またね。バイバーイ。